待って、戻って。やっぱりそうだと思ったわ。開墾の預言者はヘイローを作動させるつもりなのよ。確かか。今こそこの聖なるリングに火を灯さん、浄化の炎を解き放ち、神聖なる道を開くのだ。ほらね、中佐、面倒なことになった。聞いてたわ。でもリングを作動させるには確かインデックスが必要なんだったわよね。あなたたちが最初のヘイローで見たようなライブラリーを見つけたわ。今回のリングも同じ仕組みならインデックスはそこよ。コブナントも同じことを考えているでしょうな。だったら叩き潰すまでよ、軍曹。先に行ってライブラリーで合流しましょう。了解です。インデックスはジョンソンと私が確保する。チーフは預言者を始末して必要な情報は全て入手したわ。敵だ、もっと来たぞ。隠れるのが下手だな。弾が入っている。チーム、おそらくフォアランガンは遺跡の周囲に新しい建物を建てましたのね。遺跡を守るために。これは単なる憶測よ。検証するにはきちんと調べないと。また敵だぞ。
コブナントが騒がしくなってきたわ。私はまだ動けないから高架艇を何隻かそちらへ送るわね。悪いけどこちらから送れる援軍はそれが精一杯。了解です中佐。ゴンドラが出てきたわ。大変、コブナントの増援部隊よ。よくないぜ。あの、助けてください。くれて悪いわね。撃つのやめるんだ。この湖どう見ても火山活動でできたものじゃないわね。人工的に作られたか地殻変動によるものかも。あらごめんなさい、取り込み中だった。優しくしてあげる。本当だよ。グレネードだ。怪物め。このイカ野郎。怒らせるなよ。子供だましない。
何か聞こえたはずなんだ。敵だよ。見つけたのは俺だ。何すんだだよ。グランタが帰ると思ってる。他にもいるぜ。いいの外したぞ。待ってました。勝ったのか。やった。大丈夫か。大丈夫。クリストを作るまでもなかった。俺には最高のサイボーグがついてるんだ。一緒に来るやつ。アホめ。なるほどね。タワーと外側の建物とは水面下でつながっているんだわ。これで降りるみたいね。それとも泳ぎたい？敵が上がってくるぞ。アイコンの預言者のシップからハイチャリティとかいうところへの通信を傍受したわ。どうも真実と慈悲の預言者への正式な謝罪のようね。地球への攻撃はアイコンの預言者のフライングだったのね。彼は人間の存在は予告されていなかったと反論しながら、自分の早計さを許すよう他の預言者たちに頼んでるわ。だからあんなに小規模の艦隊だったのね。でも預言者のくせにそんなお粗末な情報しかなかったなんてちょっと妙ね。
私に何か？大丈夫か？見ればわかるでしょ。いつまで隠れてるつもりだ。
私もよく頭が大きいって言われるけど。
開墾の預言者のシップにハイチャリティから返答が入ったわ。真実の預言者からの暗号化されたメッセージよ。聞いて、そなたの軽率さはコブナントの構想の成就を危険にさらした。だがその失態を公衆にさらすことは免れるであろう。それも慈悲の預言者と評議員のおかげだ。真実、慈悲、開墾、この3人が大祭司ね。開墾の預言者を倒せば奴らの統制を崩せる。まあ真実の預言者にとっては願ったりかも。持ちません。最初のタワー群を確保したので、そちらで待機します。撤収する際には呼んでください。もちろんいただく。終わったの？
構いません。奴は中に閉じこもってるぜ。いいぞみんな。そっちはどう？誰が聞いてる？この程度よ。見なかった。わお、不細工な上におつめも悪いよね。いいものが入った。ほら、ゴンドラよ。これでいよいよメインの G まで行けそうね。もうすぐよ。
そちらはどう？順調です。もうすぐメインの陣に到着します。了解。私はライブラリーの近くまで来たけど、バリアンがかかってるみたいで、今他のルートを探索中。また連絡するわ。悪い知らせよ。悪い知らせだ、みんな。これほどのコブナント艦隊は初めて。とんでもない数だわね。寺院に入って手遅れになる前に預言者を始末しなきゃ。Oh!
よ。数が多すぎてトラックしきれないわ。早く急いで。預言者の護衛がそこら中にいるわよ。後ろに気をつけて。整列しろ。倒してみろ。
さっさと退散しましょう。だが歓迎しようじゃない